きチャンネル。じゃっ。こんにちは。今日なんかあれですよね。はい。なんでだろう、なんでだろうですよね、今日。そうですね。はい、なんかいろいろなんでだろうって思うことがあって、うんうんうん、結構、なんか野球見てると、うん、これどうしてるんだろうとか、な、うん、うん、何だろうと思うことが結構あるわけですよ。うん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 、これ解決してくれますか？解決しましょう。ありがとうございます。はい。はい。ということで、うん、最近思うのが、うん、まあ、野球って結構雨でもやるじゃないですか。うん、で、ピッチャーって雨でもまあ、グローブに投げるんじゃないですか。川ですよね、うん。結構雨吸収しません？水。うん、びっちょびちょよ。めっちゃ重くなる。なりますよね、うん。なんだけど、ピッチャーってよく話によると、まあ、あったのってそんな何個も何個もあるわけじゃないじゃないですか。ってことは同じのを、まあ、リリーフだったら、次の日も投げますよね。うんうん、使ってますよね。うん、そんなすぐ乾くっていう。まずですね、はい、雨の日、うん、まず一つの手段として、はい、雨の日用の同じグラブがあります。へー、もう雨の日専用。エースじゃない、はい、エースミットはその日お休み。へー、雨の日用の、はい、あの準レギュラーのミットを使います。うん、あるんですか、そのグラブ。ある。もしくは練習用のグラブ。はい、練習と試合用って分けてるんで、はい、もう試合用は試合しか使わないんで。はい、じゃあみんな雨の日って大体、その準レギュラーを使ってるんですか？のパターンもある、一つは。はい、うん。だからそれを使ったら、はい、次の日晴れてたら、うん、晴れるやつ持っていけばいいし、うん、で、まあ、雨の日用のミットでも、はい、またそれ、次の日も雨降るかもしれないじゃんね。はい、で、その時は、普通のミットで見た時に、うん、もうびしょびしょ濡れたら、うん、もうとにかく新聞紙で、くるんで、はい、除湿剤入った、ジラルミンケースの中に入れます。はい。もうとにかく。あ、そうなんですね。うん、ジェラルミンのケース。ケース、うん、ジュラルミンね、はい、ジュラルミンじゃなかった、ジュラルミン、ジュラルミン、うん、ジュラルミンのケースの中に入れて、はい、そこに除湿乾燥剤いっぱい入れて、うんうん、でそれで新聞紙に包んで、はい、そこへもう1日え、それ乾くんですか？うん、多少は乾く、でもちょっと汚れとかも落として、はい、でも重いよ、次の日ちょっとやっぱり、まあ、そうですよね、うん、まあ、今ピッチャーって言いましたけど、ピッチャーに限らず全部ポジションもそうですよね。そうそうそう、でもよ、はい、キャッチャーだとちょっと湿ってる方がいい音になるよ。へー、そうなんですか。うん、湿ってても取れるもんなんですか？取れるのは全然取れる。うん、で、あんまり乾燥させすぎると、パッピッ、カッピカパッピになるから。はい。だからそこら辺も難しいんだけどね、うん。乾燥室に入れるっていうのもあるけどね。はい。佐藤さんは、準レギュラーありました？準レギュラーある、もちろん。はい。でも大事な時は雨降ってもエースで行くから。そっか。うん、だからそういった時はもう、新聞紙に包んで、そこ入れるか、はい、あとは乾燥室もあるから。あ、そうなるんですか？そうそう、乾燥室の中に入れて、はい、ちょっと入れて、うん、適度になったらもう一回ジュラルミン戻したりとか、はい、ずっと入れてるとパキパキになるから。へぇー、私もうドライヤーとかで乾かしてるのかなと思ってました。もうほんと、自然乾燥。へぇー、まあ川だからあんまりね、下手に乾かしたりしない方がいいですもんね。そうそうそう。で、スパイクとかも、もう新聞紙、うん、中いっぱい詰めて。はい。スパイクも準レギュとかあるんですか？スパイクも一応俺は2足持っていってるから、はい、試合用と練習用と。うん、でも、まあ、スパイクは、まあ、乾くね。あ、そんな支障ないから、俺足の選手じゃないしね、はい、でグローブみたいに繊細じゃないから、うん、そこまで、はい、だからもう新聞紙いっぱい詰め込んで、はい、で次の日まであったらもう乾いてるよ。へえ、うん、そうなんですね。だからバットも大変、あ、木だから。はい、そうですね。だからもう乾燥室入れる。球団ごとに乾燥室っていうのがあるんですか？多分あると思う。ロッテはあるからね、多分あると思う。じゃあどこもありそうですね、うん、あとはもう天日干し、昔とか天日干ししてる人いたよね。練習中に、はい、グラウンドに天日干しして置いといて、はい、湿気を抜くっていう。梅雨の時期とかそれできないですもんね。大変よ。だってバットも湿気含んでちょっと重くなるからね。バランス変わるからね。あ、そうなんですか。うん、バットがちょっと湿りながらやることとかまあほとんどないんですか？まあでもまあそれ、まあ、まあ中まで浸透することないじゃん。そう、うん、コーティングされてるからね。多少ちょっとね、ニスとかで。だからその中まで行くことないから、うんうん、まあまあそんな言うほどね、びっくりするようなとこはないけどね。へ、しかもね、一瞬じゃんね、バットとかはね。はい、そうですね。うん、まあポンって。そう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 。はい、なるほど、そうなんですね。うん、そうそう。だからもう乾燥室、はい、もしくは新聞。だから新聞がお友達。なんかアナログですね。はい。で、まだあるんですけど、次はですね、試合見てると、うん、結構その、ボール変えますよね、ピッチャーとか。すぐで。あの審判の方からこうやってもらってたじゃない、うん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 、あれそんなに変えるみたいな。あれの一番ボールをピッチャーが変える理由は、はい、まずワンバンとかなったりすると傷がつくんだね、はい、やっぱボールには、うん、すぐにで傷がつくと思いもしない変化がすることあると、はい、曲がりすぎるとかちょっとした傷でですか？ちょっとした傷で。だから昔はなんか問題になったのが自分でこのベルトとかのところとか、はい、なんかこう
ヤスリみたいな持ってて、うんうん、自分で傷つけて違反投球みたいな、してるしてないっていう噂が出てるピッチャーとかもいたぐらい、ちょっと傷つけるだけで、すっごい曲がりが変化するから、だからそれが好きな人もいるわけ。だから俺はもう現役中でも外国人投手とか、あの地面ワンパンしても傷ついても変えないで全部返してくれって。はい、で帰るかどうかはこっちが決めるから、うん、もう傷ついても全部返してっていうピッチャーもいた、はい、へー、そのいっぱい曲がるのが好きだから、はい、それはピッチャーとのコミュニケーションなんですか。もちろんもう最初から言われてるから、審判に変えないでって。うーん、あとはもう自分の思った通り投げたい人っていうのは、はい、自分が思わない曲がりしてほしくないから、うん、もうすぐ新しい。へー、それはキャッチャーがそのピッチャーのその性質分かってるじゃないですか、うんうん、でキャッチャーが審判とコミュニケーションを取るんですか。まあ、基本的にもうだってついてもそのまま投げればいいだけだから。あ、で投げなかったら基本的には変えてって言わないと変えてくれないからね、審判は。くださいって言ってるのか。そうそう、審判は自ら変えろって言われないから、変えてって言われて変えるだけだから、こっちが変えてって言われないと審判は変えないよ。あ、そうなんですね。そう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 。へー、それ球数制限とかないんですか、新しい球が。まあないないない、無限無限で、外国人バッターが結構すぐワンパンしたらボール変えてくれって言うんだけど、うん、その理由は、俺も WBC でアメリカのグラウンドで戦ったことがあるけど、はい、うん、アメリカのグラウンドの土のところもうカッチカチなの、もうだからもうちょっとでもワンパンしたらありえないぐらい傷つくの、はい、一瞬でもサンってなった瞬間に、はい、もう、うん、だからめっちゃ変化するから、特にそれを知ってるから外国人選手はすぐ変えてくれっていうの。へ、日本は昔柔らかかったから、うん、そこまで傷つかなかったんだけど、はい、今はもうどんどん硬くなっていってるから、うん、今ももうそのちょっとでもワンパンすると日本でもすごい傷つくと思う、うん、あ、そうなんですね。だからバッターとしては、うん、やっぱりそんな大きく曲がられても困るから、うん、だからそういうのをすぐ変えて新しいのにしてほしいっていう、うん、あとはボールもさすがにね、こう全部が全部正規じゃないから、はい、歪んでるやつとかもあるよ多少、うん、だそれが嫌だから傷つかなくても変えてくれっていう人もいるし、握った感触が嫌だから変えてくれっていうピッチャーもいる。あ、一つ一つのボールでそんなに。そうそうそう、やっぱその1球でね、命になるから、うん、確かにそれが勝負ですからね、うん、でちなみにあのボールはね、はい、1球多分1500円から800円ぐらいする。そうですよね、プロが使うやつは、うんうん、大体ね、普通アマチュアで600円ぐらいから、まあ平均的には1000円ぐらいがスタンダードだと思うけど、はい、1500円から800円、だから1500円ぐらいで多分 1試合200球ぐらい使うんじゃない。あ、そんな使ってます。だってファール何球打つよ。確かにそうですね、ファール打てば打つほど新しいのだからね。分かりますもんね、うん、でストライクとか三振でも、でもでワンパンしても、でピッチャーによったら打ったボールももう変える人いるやん。ああ。だ要は1人に対して1球使ったら、はい、まあ、全ノーヒットなら27打者じゃんね、うん、でまあだから40打者ぐらい多分、はい、あの打つと思うの、はい、大体4回りぐらいはね、最低でも四苦36はするから、ね、うん、だからまあ36打席、うん、まあ、35打席絶対回るとしたら、はい、両分だから70打席でしょ、はい、で1人1球使っても70球でしょ、はい、でファールとか持つんでしょ、ファールとか粘る人何球打つんだってぐらい打ちますもんね、うん、で1人1球で終わることないから、はい、多分150から200球ぐらいは1試合絶対使ってると思うの。そうですね、じゃあよ、はい、仮に1試合200球使って1500円、はい、いくらですか。1500円が1500円で、だ100球で15万、30万、1試合30万、1試合30万で、はい、年間だいたい70試合、はい、2100万円1球団、うん、うわ、1軍だけだよ。そうですね、うん、2軍もありますもんね。2軍もある。へえ、そんなに毎日毎日200個消費してるわけじゃないですか、うん、そのボールどうなってんですか。それはもうバッティング練習とかのボールに行く。バッティング練習ってその試合で使ったやつ使ってるんですか、ね、そう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 。で1軍で使ったやつが2軍に行って、はい、で2軍で使ったやつが、うん、なんかその選手の母校とか、はい、あとドラフトで入ったところとか、うん、あと寄付したりとか、へー、でいろんなところに、あ、回ってるんですね。そう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 。へー、でもすごいボール量使いますね。うん、まあ消耗品だからね、うん、だからメーカーも儲かるよね。そうですね、絶対エンドレス使うからね、うん、野球がある限りエンドレスボール売れますからね、うん、うん、だからボール会社めっちゃ儲かるね。ですね、うん、いっぱい使ってほしいでしょうね、ボール会社は。確かに。はい、でもまあそのなんか、ね、うん、全部が全部1500円払ってるわけじゃないと思うけどね、うん、もちろんね、うん、そう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 、はい、でもう一つ、うん、これはいつも見てて思います、うん、結構このアイブラック、うん、アイブラックね、はい、最近まだなんかね、すごいね。そう、なんかこうバッテン書いたりとか、ね、ちょっとなんかしたりとかありますけど、うんうん、あれってちょっと前まで私テープ貼ってる選手多かったなと思うんですけど、最近こうなんか墨、うん、塗るやつあるからね。ありますよね。そう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 、あれ塗ってたりとか、うんうん、でもこれってもともとはですよ、眩しい日にやるものですよね、うん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 、
最近眩しくなくてもやってる人多いなと思って。これはですね、はい、NFL の選手に聞いたんだけど、はい、アメリカのね、はい、ま、俺も現役同士やってた、こうシール、はい、あのデーゲームとか、はい、眩しい時に、そうですね、でそれをやってるとやらないと、はい、全然眩しさが違ったのね、実感と、実感としてね、うん、って思ってたけど、はい、NFL の選手が言うには、うん、アイブラック、はい、科学的には、うん、一切そういうの関係ないらしい、眩しいとか眩しくないとか科学的には変わらないってことですか。そう、変わると思ってたのにと思ってたけど、うん、全く変わらないらしくて、はい、じゃあ何のためにしてるか、はい、アメリカ人は、うん、そのアイブラックをこうやってペイントすることによって、はい、スイッチが入って狩猟民族としての闘争本能が出て、はい、今から戦いに臨むんやっていう、はい、スイッチを入れるためにペインティングしてるらしい、顔に。気持ちの問題ですか。だからもう部族的な感じだよね、はい、もう戦闘民族的な、はい、っていうののやつらしいのね、はい、っていうそのアイデンティティも含めたもので、うん、アイブラックをしてるらしいの。へえ。日本人さ、はい、俺のすごい疑問よ、はい、今すごいめっちゃしてるけどね、はい、うん、狩猟民族ちゃうやん。うん、そうですね、農耕民族じゃんね、はい、うんうん、戦闘モード入んのかなそれ塗って。ただ、うん、この間オールスターで、うん、島内選手が松田選手に書いてもらったって、ここに丸と×、うん、あれ書いてもらってすごい活躍してましたね、うん、普段あんな丸×書かない。だからその何のためにやってんだろうね。そのだからアメリカ人はそれがもうスイッチ入るらしくて、はい、もうすっごいアドレナリン出て、うん、そう塗ることによってもう戦闘民族の闘志が、はい、出るわけ。日本もそんな感じじゃないですか。そうなの。なペイントでじゃあよっしゃ今日いい感じに塗れたなって言って、塗れたなって思ってないと思うんだよ向こうは。そういう感じでいい感じに今日ペイントできたとかじゃないんですね、うん、だから眩しくないんだったら日本人は何のためにファッションとしてやってるのかなって思っちゃう、はい。なんかウィーラー選手に関しては必ずここなんか塗るのがなんかルーティーンだみたいなことは聞いたことはあるんですけど、うん、だからそれが戦闘のスイッチかもっていうことかもわかんないじゃん。アメリカ人はかっこいいと思ってやってるわけじゃない、まあ、かっこいいと思ってるかもわかんないけど、はい、その戦闘体制じゃん、うん、そこ何なんだろうね、聞いてみたいんだけどね。そうですね、うん、選手どんな気持ちでこれやってるんですかって聞いてみたいですね、うん、いやもしかしたらだって丸と×で戦闘体制だ。で丸とバツ、バツと丸になって入んの戦闘体制、よっしゃーみたいななるんじゃないですか。よっしゃこれ打ったら丸と丸になるぞみたいな。で変わったらしいのがあるぜ、ヒント、うん、でもなんかそれらしい、アメリカのプロアスリートたちは、はい、あそうなんですね、うん、でも科学的にはその眩しさは一切関係ないらしい、うん、まあ、選手の中にはファッションでやってる方もいるかもしれないし、うんうんうん、戦闘精神かもしれないし、もしかしたら佐藤さんみたいにすごい効果を感じてる方もね、うん、そう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 、だから俺がもし今現役でいたとしても、いや俺は眩しくなくなってるから、はい、やっといた方が楽だからやるって言ってやってると思う。はい、そうです、ね、俺はね、だからデーゲームしかやんない、そしたら、うん、結構ね、曇りの日とかもやってる方ね、ドームの中でもやってるからね、やってますよね、うん、確かにあのシーンを聞いてみたいですね。はい、ということで私の疑問でした、うん、皆さん、うん、どうでしたか、解決しましたか。ネットじゃ言えないからライブやるんですよ。ネットじゃ言えないからライブやるんですよ。残念ながら何でも答えれるんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。いや会場出たら全部忘れてほしいですよね。いや会場出たら全部忘れてほしいですよね。その代わりあの出口出たら忘れてください。ぶっちゃけすぎですよね。ぶっちゃけすぎですよね。使いどころが違うんやーって強制送還です。